で、前回からですね、この完成前アクションの呼びかけ人に加わっていただきました、岡地雅俊さん、アタック東京のアタック東京でもあり、国民皆保険を守る会のメンバーではあります。じゃあお願いいたします。スピーチが回ってくると思わなかった。いやいや、いいですよ。私は岡ちゃんとしていますけども、先ほどね、おっちゃんにもさって演説 していただいたブルボシの運営員でもあります。かつアタック東京っていう組織じゃなくて、まあ、そういう会を一人で立ち上げて、一人しかいないんですけど、でさっきびっくりしたのが、アタックジャパンさんがホームページ止まってるのに来たっていうここで再会っていうか、なんかアタックジャパンさんと交流して、アタックは動けるわと思ってよかったです。はい。ってことで、なんで国民皆保険の会っていうのにしたかっていうと、国民皆保険についてなんか触れられてないっていうのがどうもおかしい。低金利とか農業とかいろんな分野とかあるんですけど、国民皆保険も全然やられますから、民営化します。で、ほとんど経済化しますよ。間違いなくなりますから。で、この事実をね、みんな知らないっていうか、わからないっていうかね、ここは行き通ってる。だから、その何かな、国民皆保険に関して、なんでこうマスメディア、まあマスメディアもう安倍首相の手に落ちちゃってますから無理ですけど、ここ本当は1万人ぐらい集まんなきゃいけないんですよね。そうなの。前回もそうだったけど、今度もね。だから何を言いたいかというと、国民皆保険をもうちょっとクローズアップして取り上げてほしい、みんな。なんで国民皆保険についてはほとんど報じられてないのかっていうね。だからそれにクローズアップしてちょっとやってみたいと思ったっていうのはね、まあ一つ。だから、なんていうか、まあ、例えば混合診療、まあ、しますよ、多分。そうするとね、自由診療の方でね、製薬会社の方が、例えば抗がん剤とか、高い抗がん剤とか、まあ、ありますけど、そういうのは売るわけですよ。自由診療と保険診療は、非常で問題、減量になったら、まあ、絶対製薬会社っていう自由診療の方に薬、回しますから、保険修正しませんよ。だって高い方が売れて製薬会社も儲かるんですから、ファイザーなんとかが製薬とかね、アスなんとか、まあ、日本の企業だけど買うのにしてほとんど外資っていう、そういう、まあ、みんなそうなっちゃってるんですけど、それだから結局薬とかも新薬とかも、自由診療の方に回されて保険修正されません、これからは。多分おそらくね、いい薬はだから貧乏人は買えなくなっちゃうんで、たぶんおそらく社会保障費の削減という名目で、おそらく医療健康の範囲、なんとか健康保険の範囲がね、たぶん縮小されますよ、間違いなく。そうするとね、今度何が出てくるかですと、アフなんとか、アメリカンバイなんとかとかっていうのとか、まあ、かんぽ生命の代わりに、なんで悠長にそれがいるんだっつう、まあ、よくわかんない、まあ、非常にね、なんだこいつだっていう感じなんだけども、多分それが出てくるね、これが出てきて、医療保険を送るね、それ高い自動車保険みたいな感じでやるから、もう国民皆保険自体が、機能しなくなりますよ。だからね、これ国民皆保険がなくなるみたいなことを言ったら、絶対本当放棄、一斉放棄しなきゃいけないのね。だから、皆さんそれ、子供の診療費です。そう、だから国民皆保険、これも皆さんちょっと知ってください。調べてください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。